社交ダンスは、ペアで踊るダンスのことである。社交の場や競技として行われる。日本ダンススポーツ連盟、日本ボールルームダンス連盟、日本ダンス議会、日本プロフェッショナルダンス競技連盟、日本プロフェッショナルボールルームダンサーズ協会の、いずれかの団体の、競技種目や指導者カリキュラム等に載っているダンスのこと。ワルツ、コンチネンタル単語、 スローフォックストロット、クイックステップ、ベニーズワルツ、チャチャチャ、サンバ、ルンバ、パソドブレ、ジャイブ、ブルース、ジルバ、マンボ、スクエアルンバのそれぞれを指す。蒸気団体がほとんど扱っていない、ペアダンスのサルサ、アルゼンチン単語などは、一般的には、社交ダンスに含まれない。社交ダンスの語源は、ソーシャリティダンシングの語訳からできた語で、日本国内では、 ソーシャルダンスと広く呼称されている。英語ではボールルームダンスが一般的である。競技ダンスと社交ダンスはダンスの種目で区別するものではなく、同じダンスを競技会ではコンペティションのスタイルで、パーティーではソーシャルのスタイルでと踊り分けることがスタイルの違いであった。日本では1970年代から1990年代にかけて、 パーティーダンスが不人気化して、教室の大半がインターナショナルスタイル競技ダンス10種目のみを指導する状況となり、10種目とその他を明確に区別する傾向が生まれた。スポーツとしてルール化する必要性から国際線のあるスタイルでは以下のようにダンス種目数を限定している。 日本で一番多く踊られている競技ダンスのスタイルは、イギリスを中心に発展普及したインターナショナルスタイルあるいはイングリッシュスタイルとも呼ばれているもので、インターナショナルスタンダード、インターナショナルラテンアメリカンの2スタイルに分けられている。アメリカやカナダを中心に発展普及したアメリカンスタイルも同様に国際線を行っており、アメリカンスムース、アメリカンリズムに分けられている。 これらの他に各国の各地にイタリアのリショーなど独自の競技ダンス種目が存在する。インターナショナルスタイルダンサーたちはスタンダードでは半時計回りのラインオブダンスにラテンではサンバとパソドブレはロードに沿って踊るが他のダンスはその場に泊まって踊ることが多い。現在の日本ではインターナショナルスタイルの競技ダンスが近年主流で普及してきたことから この十種木を指して、社交ダンスと呼ぶものも少なくない。衣装スタンダードでは、男性は塩微服、女性はドレスが正式な装いである。アメリカンスタイルアメリカ合衆国やカナダでは、アメリカンスタイルと呼ばれる様式が存在し、現在も主流となっている。アメリカンスムースとアメリカンリズムに対別される。インターナショナルスタイルとアメリカンスタイルで使われている。 ダンスのテクニックは似ているが、アメリカンスタイルはソーシャルスタイルのペアダンスとして、アーサー・マレーやフレッド・アステアのフランチャイズ・スタジオを主としてアメリカ全土に広まっていた。インターナショナルスタイルの違いは下記の古典にある。1種目にダンスのフレーム開放的で自由であること、3衣装ダンスフレームと同じように革新的で自由。袖部分のフロートがない。 4テクニックアメリカンスムースは、インターナショナルスタイルと同じフットワーク、スイング、スウェー、ライズフォール、頭のポジションを特徴としている。スムースのフレームの多くは、ダンスフレームの外で行われるため、ラテンのダンス、腕のスタイル、各ダンスのドラマチックな解釈などの多くの原則も、また、重要なポイントになる。5ソーシャルスタイルへの適応性アメリカンスムースは、もともと、 ソーシャルスタイルを基盤にしているため、社交上からダンスパーティ、ナイトクラブへの移行がインターナショナルスタイルに比べて良いである。インターナショナルのラテンアメリカンとアメリカンスタイルのリズムでは同じ名前の種目でもスタイリングが異なる。それぞれのシラバスに異なるダンスのフィガーがある。この他競技会種目に含まれないダンスも多く、社交ダンス、サロンダンス、ミロンゲーロスタイル、 クラブダンス、ワールドスタイル、あるいは競技ダンスとの対比で、パーティーダンスと呼ぶものもいる。舞踏会場だけでなく、ダンスホール、ナイトクラブ、ストリートなど、屋内外様々な場所で舞踏されている。国際競技に含まれるダンス種目でも、ワールドスタイルやアメリカンスタイルの愛好家や、競技ダンスが主流になる前に育った世代の一部は、ソーシャルスタイルをパーティーでも舞踏している。 日本では、旧来より一般に馴染まれているブルース、ジルバマイナスマンボ、マイナススクエアルンバなどの他に、1990年代頃より、ラテンアメリカン系ダンスが流行して、サルサマイナスメレンゲバチャータ、アルゼンチンタンゴマイナスミロンガーバルツ、ランバダマイナスズークガフィエーラなどが広まり、欧州からクイックリズムダンス、ディスコフォックスなどが紹介されている。 2000年代頃から北米系のリンディホップチャールストン、ウエストコーストスイングハッスルなども踊られるようになってきた。最初に誕生した社交ダンスはワルツで、ルーツはヨーロッパの民衆が踊っていたダンスと言われている。プロバンス地方で踊られていたボルトを始祖とする説と、南ドイツからオーストリアにかけての民族舞踊レントラーを始祖とする説の二つがある。12世紀頃から徐々に、 王公貴族たちを魅了し、ルネサンスの頃にヨーロッパ各地で流行した。16世紀のエリザベス1世の頃までホールドせずに踊るラウンドダンスが続き、後にラボルタと呼ばれる体を接触させて踊るカップルダンスが登場する。18世紀後半にウィンナワルツで1体の男女が向かい合ったクロースホールドで踊る現在の形式へ変化して、これが 社交ダンスの誕生とされている。民衆から遅れる形で、ヨーロッパ諸国の宮廷の舞踏会でも若者を中心に、ワルツが人気となるが、これは男女の法要が含まれるため、年配者や宗教関係者から強く反発されて、たびたび禁止された。大陸では18世紀に従来の宮廷舞踊と共に、天礼儀式などの機会に取り入れられて上品化された。 イギリスでは19世紀にワルツを愛好するビクトリア女王の時代になるまで偏見が続いた。バーノンアイリーンキャッスル C1910 から191820世紀にカッスル夫妻が従来のつま先だけで踊るスタイルをヒールから歩く新しいスタイルへ確立させて優雅さが増し、イギリスで競技ダンスが体系化されて文化した。民衆の間では 音楽と共に踊りも生まれ、ほとんどが小さな流行で消え去るが、19世紀にブルースやタンゴが広く普及する。20世紀前半にジャズなど、北米生まれの新しい音楽が流行して、フォックストロットやジルバなどがラテンアメリカン音楽の流行で、ルンバやマンボやチャチャチャなどの新しいダンスが世界に広まった。以後各国で新しいダンスが英語生し、 1990年代頃からサルサとアルゼンチン単語が世界的に流行した。21世紀からは情報通信の発達によりアメリカのスウィングやハッスル、ブラジルのズークなど地域的な流行が広く伝播されている。近代日本では、六名間時代に外交政策上社交ダンスを要する上流階級が欧米に習い、カドリーユや、 ウィンナワルツなどウィーンの社交界スタイルのダンスが輸入された。後の1918年に鶴見花月園にダンスホールが開設されて、以降、富裕層を中心に欧米流社交ダンスが流行した。目型津ツナビはフランスのサロンスタイルのアルゼンチン単語を日本に紹介した。1939年に第二次世界大戦が開戦すると、 ダンスホールは次々閉鎖されたが、終戦後に新中軍向けにダンスホールが多数開かれて、後に庶民も通い始めた。若い男女の出会いの場として、ダンスパーティーが流行し、ジルバやマンボなどのアメリカンスタイルダンスが流行ったが、白雷のダンスに満足しない若者らは、浜汁や川汁などの和製ダンスも生んだ。 これらアメリカンスタイルダンスの教習に併設されて、インターナショナルスタイルの教室が増加した。1960年代からのディスコブーム以降に、ブルースは単純化されて、チークダンスとして残ったが、バンプやランバダの小ヒットを除いて、若者の指示を受けるペアダンスは新たに生まれなかった。1970年代にディスコなど形式が緩い、ダンスに若者の思考が流れ、 社交ダンス教室はインターナショナルスタイルの教習に特化した。インターナショナルスタイル愛好者は終戦後よりの中高齢者が大半であったが、1996年に映画、シャルウィ w ダンスのヒットなどをきっかけに若年層の人気も上昇し、オリンピック種目採用を目指して競技会や世界選手権なども行われている。1990年代後半からは、 世界的な流行となったサルサが日本にも浸透し始め、ラテンつながりでメレンゲやバチャータやアルゼンチンタンゴも人気を博した。クラブダンスでは男女ペアダンスが流行して弱中年層を社交ダンスに呼び戻した。主にワルツなどを指導していた社交ダンス教室もインターナショナルスタイルのみを扱う教室や1990年代からは ワールドスタイルを扱うクレアダンススクール2000年代からはアメリカンスタイルをメインに扱うアーサー・マレーダンスセンターなど多様化している。サルサやアルゼンチン単語は流行とともに都市部で踊る場所や教室が増えたがに積もりつかさ、緑らが指導したウリナリ芸能人社交ダンス部とダンスは一番大西大介が演出と司会を務めた。 ボールルームスターズなど各種マスメディアでたびたび取り上げられて地方都市や高齢者などにも広く伝播した。現在は情報伝達の多様化によりスイングやズークなど新しい流行りも同時に伝わっている。日本の競技人口は2014年現在約160万人で、教室数は約3000以上である。j b d f JDC、JCF JD、JC ヤブナの団体別競技大会、団体枠組みを超える、統一全日本ダンス選手権大会の他に、ブラックプールと呼ばれる、全英選手権など国際大会へも出場している。風営法とダンス戦前は、銀座のダンスホール教師と、上流階級夫人たちの上校スキャンダルで、ダンス教師らが連続検挙され、ダンス教習所やダンスホールが突然警察官に踏み込まれて、 解散を命じられたこともあった。戦後もダンス教室は学校、病院、保育園の近隣に開設は許可されず、麻薬中毒者ではないとする医師の証明を提出する義務などがあった。大阪府のダンスホールが閉鎖された翌年に焦点が増え申請したクリスマスダンスが本当に社交のための社交ダンスならば許可しても良いとして、 府の担当者が慎重に調査中であるとする記事が、クリスマスのダンスに、チャールストン・ゴハット社交ダンスの将来のためにのタイトルで記載された。戦前は、条例で戦後は、風俗営業取締法で規制されるが、日本映画、シャルウィーダンスの日と、国際ダンススポーツ連盟の国際オリンピック委員会加盟など、世論の後押しを受け、 風俗営業適正化法が1998年に14年ぶりに大改正された。JBDF や国会議員団体、ダンススポーツ推進議員連盟の活動で指定を受けた教師が教授する場合のみを適用除外とする改正を実現したが、ダンススクールとダンスホールは依然規制対象であり、ダンスパーティー教授以外の営業は風適法の規制を受けた。 2012年4月に、クラブヌーンが客にダンスを踊らせた事案で摘発されて、ダンスの風適法規制に意見が増加し、14年間未公開だった適用除外団体の認可方法を公開するとの施行例で、施行規則が2012年11月に改正され、警察庁も風適法の解釈をと通達したが、通達に法的義務は発生しないため、2013年5月に、 大阪市中央公会堂の使用条件が法令遵守するため指定ダンス教師が指導する団体のみの貸し出しと変更され既存団体が利用不可になるなどの事例も参見された2013年7月に日本ダンス議会が認可団体に指定された2015年6月に改正されて2016年6月23日に施行された風俗営業等の規制及び 業務の適正化等に関する法律では、ダンスホールが、風俗営業から外れ、規制撤廃された。ダンス教室、ダンスホール、その他客にダンスを踊らせる営業は、教師資格の有無によらず開設できる。本法では、ソーシャルダンスは、ダンスの種目やジャンルではなく、ボールルームダンスなど二人で踊るダンス、フォークダンスなど体制で踊るダンス、クラブダンス、 ディスコダンスなど一人で踊るダンスなどすべてがソーシャルダンスに含まれる。英語では主に男女間などで交友を深める踊りにソーシャリティダンシングと発生後のソーシャルダンスを用い、現在のボールルームダンスが形式化される以前から存在していた。英国ダンス協会は社交ダンスをボールルームダンスと表記し、スタイルは競技会を目的とした踊り方を コンペティションスタイルダンシング、親睦を深めることを目的とした踊り方をソーシャルスタイルダンシングと独自に定めた固有名詞を用いている。競技目的のワルツを含み社交ダンス全般をソーシャルダンスとする日本の表記は諸外国に異なるが、日本人を相手にするインストラクター、選手、教材制作者などの外国人らにソーシャルダンスをボールルームダンスの意で用いるものも参見する。 ダンスパーティーで相手を決められず踊らずに、壁際で立つ女性を、壁の花男性を、壁のシみと呼称し、壁の花と踊る男性リーダーは、リボンや赤いバラを飾っていることから、リボンちゃん、バラさん、ダンスアテンダントなどと称される。女性同士のペアは認められるが、男性同士のペアはマナーから外れる。女性同士が認められるのは、社交ダンスが盛んな英国でさえ、ダンス教習所には、 圧倒的に女性が多く、男性は、社交ダンスに、ラグビーや、サッカーなどに比べ男性的でないと偏見を、持ち社交ダンスを習わないので、男性パートナー不足のため、女性同士でないと、ダンス教習もできないからである。競技ダンスは、社交ダンスの一スタイルとして生まれ発展してきたが、元々の社交ダンスから大きく、性格を異なってしまった点もある。雑誌。 ありがとうございます。